な舞台でグランプリをいただけたこと、本当に感謝しております。ファイナリスト、切磋琢磨し合ったファイナリスト46名と、夢をサポートしてくださったスタッフや大勢の方々、友人や家族、そして仕事とミス・インターナショナルとの両立にご理解とご協力をいただいた会社の方々、本当にありがとうございます。私は最年長26歳で普通の社会人です。最年長で挑戦をしたこと、社会人でも夢を追い続けたこと、この大変さと大切さを私はミス・インターナショナルを通して改めて実感しました。私が出場する世界大会は第60回で、2020年の東京オリンピックが開催される記念すべき年です。この歴史と伝統をしっかり受け継ぎ、日々精進することをお約束します。皆様本当にありがとうございました。